皆さんこんにちは前回の講座ではいわゆる歴史は繰り返すと言われてきた歴史の同時性についてその背景に関する統一原理の見解を述べましたところで一言で人類歴史と言っても様々な地域の歴史があります例えば中国の歴史インド はたまたま日本の歴史はどうなっているのか皆さんまずここで最初に整理したいことがありますそれは歴史の中心はどこなのかという点ですこれは見方によってさまざまな考えがあるかもしれませんが統一原理の観点では歴史とは復帰設立歴史でありその中心的目的は メシアを迎えることとであった見ますそこで「メシアを迎える」という観点でその中心子と周辺子をはっきりと区別しているのです。中心子においては神の導きに伴う同時性がより鮮明に現れますし周辺子においてはそれはあまり鮮明ではありません。救いには順序があり まず中心を立てそこから徐々に周囲に展開し全体を救うのが神の説理ですそれではメシアを迎えるための中心とは一体どこであったのでしょうかそれは言うまでもなくイエス様の時代まではイスラエル民族がその中心でありイエス様以降は再臨死を迎えるという 神の身旨を継承したたキリスト教信徒たちでしたこのように統一原理の歴史観における優れた点は歴史の目的や中心を明らかにしその中心史に的を絞ることによって一見無秩序に展開されているかのように見える歴史を体系的に整理しそして意味のある神の説理として 見出した点にあるると言えるのですさてまず時代の大きな区分を整理しますとアダムからアブラハム家庭までの聖書の歴史すなわち復帰期代・設理時代を象徴的同時性の時代次にイスラエル民族史すなわちヤコブからイエス様までの復帰設理時代を継承的同時性の時代 最後にキリスト教師すなわちイエス様から再臨手までの復帰設理延長時代を実体的同時時性の時代と言います今日はこのうち主にイスラエル民族史とキリスト教史の各時代を互いに対比しながら設理的な同時性がいかにして展開されたのかを時代区分ごとに見ていくことにいたしましょう。 継承的同時性の時の代つまりイスラエル民族史においてアダムからノアまでの1,600年を継承的な同時性として陶源復帰する時代をエジプトクエキ時代と言いますイスラエル民族がアブラハムの象徴建載の失敗により侵入したサタンを分立するために エジプトで奴隷として歩んだ400年期間がこれに該当しますヤコブとその12子息を中心とした70人家族がエジプトに入ってきてそれ以来その子孫たちは400年間エジプト人たちによって悲惨な虐待を受けたのでしたエジプト区役時代においてはイスラエル先民たちは割礼を施し 犠牲を捧げて安息日を守りながらサタンを分立する生活をしました400年間の区役が終わった後モーセは三大奇跡と十歳以下の権威を持ってパローを屈服させイスラエルの先民を率いてエジプトを出発しカナンの地に向かいました。シナイで十回の御言葉を受けることによって 旧約聖書の中心を立てまた石版と幕やと契約の箱を受けることによってイスラエル先民たちが将来メシアを迎えるための神ののを出発していくようになったのですそしてこのエジプト区域時代400年を実体的同時性の時代つまりキリスト教史において桃源復帰する時代が ローマ帝国迫害時代400年となりますイエス様を中心とする12弟子と70人門徒そしてキリスト教信徒たちはローマ帝国において400年の間惨めな迫害を受けなければなりませんでした。第二イスラエル1民であるキリスト教徒たちは厳しい迫害の中でも生産式と 洗礼を施し信徒自身を生贄の備え物として捧げ安息日を守ることによりイエス様を十字架に引き渡すことによって侵入したサタンを分立する生活をしたのですやがてイエス様は神霊的な奇跡と権威とを持って数多くの信徒たちを呼び起こされてまたコンスタンチヌス大帝を感化させて 西暦313年にはミラノ勅令によりキリスト教を公認化させ続く392年テオドシウス一世の時にはついにキリスト教をしてローマ帝国の国教と制定せしめたのです。このようにしてキリスト教信徒たちはサタン世界から霊的に叶う復帰するようになりました。 彼らは使徒たちの記録を集め「新約聖書」を決定しイエス様の御言葉を中心とする教会を作って再臨書を迎えるための期題を広めていくようになったのです。次にノアからアブラハムまでの400年間を継承的な同時性として桃源復帰する時代が獅子時代の400年です。 ヨシュアがイスラエルの先民を導いてカナンの地に入った後オテニエル獅子をはじめそれに続くサムエルまでの15獅子がイスラエルを指導した400年間を言います獅子とは預言者と祭司長と国王の使命をすべて兼任した存在でしたイスラエル民族はカナンの地に入って後 各部族に分配された新しい土地で獅子を中心としてイスラエル封建社会の土台を築き上げましたところでイスラエル民族は獅子たちの指導に従って幕屋から下される身無念のみを信奉しなければならなかったのですが先住民のカナン七族から悪臭を習い偶像を崇拝するように なってしまいその結果彼らの信仰に大きな混乱を引き起こした時代でもありました。この獅子時代を実体的な同時性をもって桃源復帰する時代が教教区キリスト教会時代の400年ですローマ帝国の国教となったキリスト教において教区長たちは キリスト教神道を指導するという面においてし子のそれに該当する職文を帯びていましたすなわちキリスト教はメシアのための霊的気代の上で復活されたイエス様を王として信仰する国土のない霊的な王国でしたので教区長はこのような霊的な王国建設において獅子のように預言者 をを統治する国王のような使命を果たしていたのですキリスト教はローマ帝国から解放されてのち西ヨーロッパに移動してきたゲルマン民族に福音を伝えることによって西ヨーロッパの新しい土地で彼らを新しい先民として建てキリスト教封建社会の土台を築いたのでした。 しかしキリスト教信徒たちはゲルマン民族の持つ神よりも自然を崇拝する自然崇拝などの異教の影響を受けたために信仰に大きな混乱を引き起こすようになったのです。次にアブラハムが波乱の地を出た後ヤコブがエソーから長子の修行を奪うまでの120年を イスラエル民族史において陶源復帰した時代を統一王国時代と言いますこの時代はペリシテ人など周辺にある強大な外敵の出現の前に部族ごとに分裂するのではなく一つの統一された王国を建設し対処する必要性に直面した時代でした。そこで神は 出エジプトから400年間の獅子時代の終わりに預言者サムエルをしてサウルに油を注いで祝福することにより彼を第一イスラエルののの最初の王としして立てたのでしたで統一王国時代に入ると神の命令を直接受ける預言者と幕屋と神殿を信奉する祭司長とそして 国民を統治する国王が別々に立つ時代となりましたサウローがメシアの継承体である神殿を建設しそれを信奉したならば彼はモーセがカナン復帰に成功し神殿を建設してそれを信奉したのと同様の立場に立つようになっていました。そしてイスラエル民族が サウル王を中心とするその信仰期待の上で国王を絶対的に信じ従ったならば彼らは実体希代を作りメシアのための希代を造成し得たはずだったのです。ところがサウル王は神の命令に逆らい神をして「私はサウルを王としたことを悔いる」と言わしめること。 神の怒りを買う罪を犯したので結局神殿を建設することができずその時代にメシアを迎えるという摂理に失敗した立場に置かれてしまったのですそしてサウルを中心とする復帰摂理はサウルの在40年の後ダビデ王の在40年を経てソロモン王の在40年に至り初めてその信仰基台が造成されて 神殿を建設すすることがでできたのですしかしその後ソロモン王は淫乱に溺れてアベルの立場を離れてしまったので統一王国時代に本来成就されるべきであったメシアのための機代は結局造成されなかったのでしたこの時代をキリスト教師において桃源復帰しようとした時代をキリスト王国時代 と言います教区長がキリスト教を指導してきた時代は過ぎ去り預言者に該当する修道院と祭司長に該当する法王とそして国民を統治する国王とが復帰設理の目的を中心としてキリスト教徒を指導していく時代となりました。当時のキリスト教教は五大教区に分立して いましたがその中でも最も優位に置かれていたローマ教区長は「法王と呼ばれるようになります。キリスト王国時代は法王レオ3世が西暦800年にフランク王国のチャールズ大帝を祝福して金の王冠をかぶらせることにより彼をキリスト教徒すなわち第二イスラエル先民の 最初の王として立てた時から始まります彼はアウグスチヌスの申告論にあるキリスト王国理想を信奉していましたこの時代に国王と法王とが神の身宗を中心として完全に一つとなりキリスト教理想を実現したならば宗教と政治と経済とは相一致して 再臨されるメシアののたための機を作り得たはずでしたところが国王が神の身胸を信奉しえず実体検査のアベルの位置を離れてしまったので結局再臨されるメシアのための機台も作られることはありませんでしたキリスト王国時代も統一王国時代と同じようにチャールズ大帝から三代目で分裂が起こり さらにチャールズの戴官から約120年後西暦919年に東フランク王国において選挙王制となりヘンリー一世がザクセン朝初代ドイツ王に就くことによって同国においてチャールズ大帝のカロリング朝フランク王国の応答は絶えてしまったのです。それでではここで一旦区切り この次の時代区分からに関しては、次回の後編でお話を続けたいと思います。それでは後編でまたお会いいたしましょう。今日はどうもありがとうございました。